ザスキサバレーラのおちゃんです。今日はですね、ピアニストをお届けしたいんですが、そんなに長くない曲なんですね。ですので今日は語りを最初にさせていただきます。今日お届けするのはこちらになります。こちらですね、なんかハリーポッターのような感じがしますけども、彼がピアニストです。名前をですね、見えますかね、これが他のサポートしているメンバーなんですけども、本人はですね、ちょっとこうやって引くと分かりますかね、ここにジェフ・キーザーとここに書いてあるんですね。ジェフ・キーザーと書いてあります。ジェフ・キーザー、当時彼は19歳なんですね。17歳でもうデビューしたと言いますか、あのアートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの最後のピアニストなんですね。それでこれ非常に新しい、1980年の終わりぐらいですかね。これが彼が19歳の時で、まだ彼若いです。47歳ですかね。もうまだ若い早熟の天才なんですね。ジュリアートだったかバークリーだったかにいるところをもうハンティングされた、ヘッドハンティングされたですね。それぐらいすごい、今もですのでやってますよ。非常にいいピアニストです。流れるようなピアノのタッチで、素晴らしいです。そのジェフ・キーザーが弾くジョージ・ガーシュインの作曲の Who Cares というスタンダードですねをお届けします。お待ちください。Thank you.
じゃあいいよ。